皆さんこんにちは、みゆです。今日は iHerb の購入品を紹介していこうと思います。今ね、 iHerb9 月の期間中が26周年で 26% オフをね、毎日、日替わりでね、いろんなものがセールになってて、毎日のようにセールをしてるんだけど、多分ね、月末に 26% オフ全品やると思うから、その前までにちょっと動画出したいなと思って、とりあえず今のところ買ったものたちを紹介しようと思って、でもそれでも4箱あります。ちょっとね、円安すぎたり、あとアメリカ自体、まあ日本もだけど物価がどんどん上がってて、物価の上昇プラスその円安で iHerb とか、まあ、海外のものを買うのってすごいちょっと難しくなったというか、私も前みたいにバンバン買ってなくてって言いながらめちゃくちゃ買ってるんだけど、やっぱ前との値段も比較しながらお得に買えるものとかも選んでたりするので、ぜひね、参考にしてもらえたら嬉しいんだけど、本当この 26% オフでかなりお得に買えると思うので、ぜひこのチャンスを逃さずに、あの欲しかったものがあった方はぜひチェックしてみてください。ってことで、また前置きが長かったんだけど、どんどん購入品を紹介していきます。まずこのケルティックシーソルト、ライトグレーセルティックバイタルミネラルブランド、これはね、いつも料理の動画とかでも使ってるんだけど、このミルに入ってるタイプも持ってて、この詰め替え用も、買ってたんだけど、もうなくなっちゃいそうなので、これをストックで買っておきました。で、954円とかなんだけど706円で買えたので、もう本当にセールに感謝って感じ。次にジュールスデストルーパーのアーモンドシンクッキーになります。これね、大好きで、去年のベスートアイハーブのとこにも入れたんだけど、これね、普通にカルディとかにも売ってたりするんだけど、アイハーブで今回セールっていうことで安く買えたので、また買いました。このね、いろんな種類あって、ほぼっていうか全部かな、試したんだけど、このアーモンドシンクッキーが一番美味しくて、でチョコレートのやつとかも美味しいんだけど、チョコレートはね、今の時期まだちょっと熱くて買えるんだけど、溶けて届いたりするので、そう、このね、アーモンドシンクッキー本当におすすめなので、ぜひね、ちょっと試してみてください。次にサハレスナックのグラスナッツ、ザクロ、カシューナッツ、バニラっていう、このね、いつも買ってるサハレスナックのピンクのボックスを買ってみました。今回このカシューナッツとザクロがメインで入ってるやつみたいなんだけど、いつもはね、結構いろんな種類のものが入ってるんだけど、これは結構シンプルめなのかなと思います。本当にここのサハレスナック美味しいので、いつも同じようなこと言ってるかもしれないけど、はい、試してみてください。私もこれは初めて。次にイコールエクスチェンジのオーガニックアールグレー紅茶、これがティーバッグ20個入りのものになります。で、これがね、リピートになるんだけど、このアールグレイ本当に美味しくて、ちょっとママにパウンドケーキ、アールグレイのお菓子とか大好きだから、そう、アールグレイのパウンドケーキを焼いてもらったりして、このね、アールグレイが結構最初から粉々になってるの、だからお菓子作りとかにも自分ですったりしないで使えるから、そういうアレンジ系にも使いやすくて、美味しくてフェアトレードでもう本当に美味しいので、これはリピしました。ハーニー&サンズのアールグレイも本当に美味しいんだけど、あっちはね、本当飲む用って感じで茶葉が結構大きめなのね。だけどこっちは茶葉がね、すごい、もともと粉々っていうの、だからお菓子作りにも使いやすいです。私もこれでちょっと今回ね、アレンジでいろいろ作りたいなと思って買いました。次にラ・トーランジェルのガーリックオイルを買いました。じゃーん、このガーリックオイルもリピで、これはね、3本セットで買って、このガーリックオイルが一番ね、その3本セットの中でも使う頻度が高くてもうなくなっちゃったので、リピで買ったんだけど、これ本当にいいです。ガーリックをわざわざカットして、こうオリーブオイルと炒めるっていう、あの手間もなくガーリック風味のパスタだったり、そういう炒め物ができたりして、香りもすごく良くて美味しかったので、これはもうずっとね、リピしたいなって思ってます。サイズ感的には結構ちっちゃくて、250、500、750っていう風にあるんだけど、結構ちっちゃいから、そう、大きいサイズ出てくれればいいんだけど、ちっちゃいものしかないので、とりあえずこれはリピです。次にこのめちゃくちゃ可愛いオーガニックハニー、これがマダバナチュラルスイートナーズっていうところので、アイハーブの蜂蜜は何個か試したことあるんだけど、このクマちゃんのやつは初めてで、ここのやつ自体多分初めてで、そう、すごいね、評価も高くてめっちゃ気になってオーガニックだったので買いました。ちょっと 見える収納のとこに置いといても可愛いかなと思って、こっち向きでも多分保管できるようなやつだから使いやすいと思います。これ絶対使いやすい蜂蜜のキレがいいやつだと思う。次にボブズレッドミルのグルテンフリーグラノーラハニーオート、何年か前に買ったことがあるんだけど、そう、味はね、もう忘れちゃったんだけど、ここのね、ボブのおじちゃんのやつならいいかなと思って、最近、ネイチャーズパスのグラノーラとか買ったりして、若干グラノーラにハマってるので、結構ヨーグルトに蜂蜜かけて、まあ、フルーツあればフルーツと食べてとかするんだけど、グラノーラあるだけで一
気に腹持ち良くなるし、これはねオートミールなのでいいかなと思ってこれを買いました。ほんと可愛いよねこのパッケージ。次にシンプリオーガニックのローズマリーを買いました。これはね初めてなんだけど、うちローズマリー結構使って、ほんとお肉焼く時とかに使ってたやつがもうなくなっちゃったので、急いでこのシンプリオーガニックを次欲しいなと思ってたので買ったんだけど、これ大容量で良い、スパイス系の日本にあるようなやつの倍ぐらい、倍より全然もっと入ってるかなっていうぐらいなので、でセールで普通だったら715円のものが530円で買えたので、これに関しては全然質もねオーガニックでいいしお得だと思います。次にフィーニモデナのモデナ産バルサミコ酢リダクションソースっていうものを初めて買ってみました。バルサミコ酢ってなんか外で食べに行った時にちょちょってかかってたりすることはあるけど、自分で買ったことはなくて、なんか最近 SNS でご飯系見るのにハマってて、なんかインスタとかであのレシピとかを見てるとめっちゃね使ってるやつが出てくるから欲しいなと思って、あのオーガニックのやつ iHerb じゃないかなって探したらあったので、これをねちょっと買ってみました。普通に日本でどれぐらいの値段で買えるのかとかがちょっと分かんないけど、セールでね1000円ぐらいで買えたから全然安いなと思ってちょっと試しに買ってみました。お酢大好きだから、バルサミコ酢言えてない、バルサミコ酢のあの味の感じも好きだから、そうちょっと使ってみようと思います。オーガニックでノン GMO です。はい、いつものキッチンオブインディアのペーストフォーバターチキンカレーを買いました。じゃーん、これまた作って食べます。次、ノーフーズオブハワイのハワイアンスパイシーチキンシーズニングミックスっていうものを初めて買ってみました。これがすごい簡単にこのチキンが作れちゃうやつだと思うんだけど、粉粉とお水を混ぜて、で鶏肉とかと和えて、和えるっていうのかな、で最後小麦粉をつけて焼いたりするといいみたいです。ハワイアンな感じで美味しそうだったので買ってみました。次にこのマドレラブズの高濃縮洗濯用洗剤ニューカー&ミルラっていう、これが初めて買ってみた iHerb のプライベートブランドの洗濯用洗剤になります。iHerb ではねずっとツムのランドリーソープが好きで、似たようなこういう液体の洗濯洗剤を買ってたんだけど、それがセールになっても前の値段には追いつかないというか戻らないぐらい本当にちょっと高くなっちゃってて、これの方が少しだけ安かったんだけど、少しでも安い方がいいし iHerb のねちょっとブランド試してみたいなっていうのと、多分ちょっとツム意識してるのか匂いもね同じ似たようなのを出してて、ちょっと匂いを嗅いでみたいんだけど、あ、もう匂い同じだわ、てかめっちゃいい匂い。ちょっとまた使ってみてレビューはインスタで書きたいと思います。で次、これがめちゃくちゃ大きいんだけど、ヌティバのオーガニックココナッツオイル、これはねもうすでに使ってて結構ねなくなってきてるんだけど、これの難点はこういう風に開けなきゃいけなくてちょっと漏れやすいっていうのが難点。ただそれでもオーガニックのココナッツオイルだから別にどこに塗っても大丈夫っていう、いいポイントもあります。これ本当に使えて、まずココナッツオイルが苦手な人でもこれココナッツの匂いとか味とかをなくしてるものなので使えます。ココナッツ体にいいから普通の油を使うよりは全然罪悪感なく油をたっぷり使えるし、まあ、ちょっとね本当の揚げ物とかになっちゃうと多分重くなっちゃうから揚げ焼きみたいな感じで使うのがおすすめなんだけど、もう何炒めても全然大丈夫。今のところもう毎日のようにこれしか使ってないんだけど、本当に何も違和感なく使えてて、オリーブオイルとかも結構値上がりしちゃってたり、今いいものがどんどん高くなっちゃってるから、このね超大容量 1.6 リットルってやばくない？本当でかいよこれ。オーガニックでノン GMO でとてもいい油なので、そう油系あのいいの探してた人はぜひこれをおすすめします。同じブランドのヌティバのオーガニックココナッツオイルのバター風味も買いました。これがパッケージ変わってるんだけど、前にね結構たくさん買ってストックあったので、それをずっと使ってて、それのねストックがなくなったのでこれをまた買い足しました。ほんとバターの代わりに使えて、バターの香りがしてもうパンに塗ったりバターライスとか作ったりもできるし、まあ少し本物のバターよりは香りは、飛びやすいっていうか、なんて言うんだろう、ちょっとやっぱ違うんだけど、でもほぼ同じように使えて、ちょっとね今あったかいのでこうゆるゆるのテクスチャーなんだけど、これから冬に向けて多分さっきのココナッツオイルもそうだけど固まると思います。固くなると思う。次にライフエクステンションの2パーデイ、これもねリピートで、でも私が飲んでるわけじゃなくて、これねあの頼まれて買ってるものだからちょっとね粒も大きくて私は挑戦できないような感じなんだけど、マルチビタミンがこれ一つで結構取れるみたいで、すごく良いみたいなので、これをねリピートしたいっていうことで今回頼んだんだけど、28,469件のレビューあって星 4.8 とかで本当に人気なんだけど、あの市販のサプリとかって結構添加物がすごかったりするから、 iHerb でねサプリを買うとそういう遺伝子組み換えとかもされてなかったり変なもの入ってなかったりするので、ぜひねチェックしてほしいんだけど、私はレビューできないっていう。私はこのネイチャーズウェイのアライブ美容グミいちご味っていうグミ60粒入りを買いました。こうい
ういうねグミのタイプのサプリは前にも買ったことがあってすごい美味しかったからちょっと今回のあめっちゃいちごの味こんな感じのいちごの形したなんか果汁グミみたいないただきます。なんかアイハーブであるあるのグミっていうよりかはちょっとねちゃってするグミなんだけど全然美味しい。これがね 100ml のコラーゲンと 2500mcg のビオチンが取れるみたいで髪の毛とか肌とかネイルにいいものでお菓子感覚で食べれるのでこんなサプリを買いました。美味しいです。次にアビーノのアクティブナチュラルズクリアコンプレクションアバクレンザーっていう洗顔を買ってみました。このねアビーノの違う洗顔は使ったことがあるんだけどこっちの泡で出てくるタイプは使ったことがなくてやっぱ朝とかダブル洗顔用とかは泡で出てくるタイプの方が楽で好きなのでちょっとこれをね初めて買ってみました。結構ねちっちゃいかもしれない。でもセールでかなり安かったのでコスパはそんなに悪くないかな。次にダーマイーのウルトラハイドレーティングリッププランピングトリートメント、これもリピートでストック用に買っておきました。これはもうメイクする時とかに塗っておくんだけどもう本当に立ち地はなくなって結構痛いんだよ。結構はみ出して塗ると本当腫れてくるぐらい唇も大きく見せてくれて結構ピリピリするんだけどかなり効いてる感じがあるのでこれはプランパー系を探してる人には安いし本当におすすめです。で普通にあのマット系のリップとかを塗った後にこれをグロス代わりとかに使っても可愛い。だから厚ぼったい唇になるのめっちゃ可愛いです。で次にスチームベースっていうとこのストリームアイマスク、こっちがブライトニングストラスでこっちがスイートラベンダーになります。でこのねスチームベースのアイマスクも使ったことがあって他の代わりなんだけどとっても良くて蒸気でホットアイマスクとかまあそれぐらいしかないかそれと比べるとちょっとね厚めでしっかり柄とかもあってもうちょっと高級感がある感じなので例えば新幹線の中とかで使うのはこういうのの方が可愛いしなんか一目見られても可愛いかなっていう風に思う。家で使うのはちょっともったいない。ちょっと外出用っていう感じで持っておくとすごいねちょっと可愛いのめっちゃ可愛いのこれ。いろんなね柄とか香りがあるんだけど今回はこんな感じの柄がついてるみたい。で次に最近一番お気に入りのこのラディアントソウルのフェイスマスクたち、こっちがブライトニングシートマスクの5枚入りのこの箱入りでこっちがブライトニングチャコールシートマスクのこっちも5枚入り。本当にこのマスクがもう気に入っちゃってもうね肌の調子が一発でね結構毎日のように使っていくとみるみる良くなっていくのがもう分かったからそっからこれがないとダメだっていう風になっちゃってもう大量に買っていて、でねさっきのあー落ちた、さっきの5枚セットの方が全然安く買えるのよ。でも5枚セットの方は結構売り切れててこの1枚セットでさっきとはね違う、ハイドレーティングシートマスクとプランピングシートマスクとあとファーミングシートマスクっていうファーミングがね一番確か、人気で、で一番ね結構ひたひたに入ってるイメージがある。でもね別にどれを使っても本当に外れはなくて私はもう適当に日々ずっと同じものを使うんじゃなくていろんなものを使いたいタイプなので全種類買ってるっていう感じなんだけどマジでおすすめなので本当に使ってみてほしい。でもちょっとね高いんだよね。やっぱ1枚ずつとかしか売ってないからちょっと高めのマスクにはなるんだけどその価値は全然あると思う。でもこのセールで本当にねもう本当に私はまだちょっと追加で頼もうか迷ってるっていうぐらい全部で多分40枚ぐらい頼んでるんだけどあと10枚ぐらいあってもいいかなって思ってます。一つ前の箱に入ってたんだけどちっちゃくて見えなかった。このリンメルロンドンのスキャンダルアイズ長時間耐久ウォータープルーフコールカージャルライナー001番ブラック、こんな感じの、おお結構しっかりブラック。削るのめんどくさいんだけどこれね取れにくいっていう、おすごい本当だ、こすってもまあ思いっきりこすったらちょっと擦れるけどすごいすごいすごいびっくり。いつもデジャブのあの緑のやつ使ってるんだけどあれもね落ちにくくていいんだけど目の下ね若干落ちてくるんだよね。ちゃんとこの内側まで描いても内下に落ちてこないやつを探しててでもなかなかないじゃん。まあ今のところデジャブが一番いいんだけどこれがねちょっと良さげだったので買ってみたんだけどまたこれはちょっと使ってみないとわからないんだけど期待大。これはびっくりで、めっちゃ安かったからちょっと試す価値あるなと思って買ってみました。次激推ししてるクンダルのハニー&マカダミアのシャンプーとトリートメントを買いました。今回ウェディングブーケットっていうのを初めて買ってみたんだけどすごいいい匂いそうで本当ねいろんな種類がクンダルはかなり出てきてて、でもねこれ今見てみたら次回の入荷日が11月とかになってたのでセール中は同じ香りは買えないかもしれないんだけど違う香りとかもねたくさんあるのでぜひチェックしてみてください。もう本当に髪の毛サラサラになるし泡立ちもいいし髪の毛
トゥルントゥルになるの。本当トリートメントが特に良くて本当におすすめで、これが同じクンダルなんだけど、ウォータートリートメントっていうもので、これがね同じ香りがなくて、チェリーブロッサムを買いました。多分お風呂の中で髪の毛になじませて洗い流すタイプだと思うんだけども、ハイトーンにしてからもうとにかく痛みの目立ち方とか、この髪の毛の広がりとかがすごくて、いろんなヘアケアを試したいなっていうので選んでみたものと、あとこのシアモイスチャーのジャマイカ産ブラックひまし油しなやかさ&補修トリートメントマスクっていうものも、これはねリピート品で買ってるもので、これねマジでよかった。これはさっきのクンダルのヘアトリートメントよりももう倍はツルツルになるね。これはね、こう頭皮ケアからできるものなんだけど、本当頭皮からこう塗って、でも15分から30分ぐらい放置しなきゃいけないから、毎日やるのは本当にちょっと難しいんだけど、結構ゆっくりお風呂に浸かる人とかは使えると思う。ちょっと置く時間長いんだけど、でもその分っていうか、もう本当にめちゃくちゃサラサラになるので、これはね髪の毛傷んでる人とかはかなり髪の毛生き返ると思います。かなり傷んでる人用っていうのかな、いやちょっとボリュームとか抑えたい人用っていうのかな、水分をしっかり入れてあげたい人はこれとってもおすすめ。これもまたヘアケアになるんだけど、ピュアボディナチュラルズのココナッツオイルディープペアヘアマスクっていうもので、これはねココナッツオイルがベースになってるようなもので、アルガンオイルとかシアバターとかビタミン E が配合されてるみたいです。でこれもね洗い流す系なんだけど、これも髪の毛洗った後10分から15分置いてからよくすすぎますっていうもので、これもね頭皮から使えるものだから頭皮ケアもできて、頭皮ケアから使えるものの方が圧倒的に髪の毛がサラサラになるって思ったので、今回は頭皮ケアもできるヘアマスクを2つ、さっきのやつはリピでマジでおすすめ、こっちはちょっとまた使ってみて、今後もしね気に入ったらリピすると思います。ちなみにさっきのやつの香りはもう本当に甘くてすっごいいい匂いなの。こっちはココナッツ、さっぱり系ココナッツ、よくあるあるココナッツココナッツしか言ってない。このねココナッツの香り好きな人は好きだと思うっていう香りでした。で次にヤーバプリマのグレートプレインズベントナイト、体の中から綺麗に、あと毎日スプーン一杯飲むとこう出るっていうデトックス系のアイテムを、これね初めて買ってみたんだけど、でまだ飲んだことないからどんな味になるかもわかんないんだけど、レビューを見る限りは無臭だと思う。ちょっとキャンドル多分匂いは何もしなくて、ちょっとねなんか泥みたいな感じの確か色をしてたと思うんだけど、味とかもなくて飲みやすいって言ってて、とにかくちゃんと出るようになるらしくて、で私もなんかデトックスしたいなって思うことあっても、デトックスってやっぱすごいいっぱいさ断食っていうか食べなかったりしてスッキリ大根っていうので出したりなんかいろいろすると思うんだけど、それってすごい難しい、精神的にも多分疲れるだろうなと思って、簡単に普通にデトックスできるものないかなと思って調べてたら、これがねすごい評価も高くて良さそうだったので、これはね多分気になる人多いと思うから、また今後よかったら動画内とかで紹介すると思うんだけど、ちょっと自分でまずは試してみたいと思います。で最後にこのお試し価格のところで買えるラディアントソウルのすごいねちっちゃいちょっとトラベルサイズみたいな感じの、クレンジングオイルとエッセンストナーとあとセラムになります。これもすっごい使うの楽しみで、あんだけパックと自分の肌の相性がいいから多分スキンケアも合うんじゃないかなと思って、とりあえずこのちっちゃいサイズでお試ししたいなっていうので、今回のね毎回の買い物で入れてちょっと全部揃えてから使ってみたいと思います。はい、こんな感じで今回の4箱分の購入品は以上になります。すでに他の瓶とかも買って待ってる状態なんだけど、まだあとちょっと10日ぐらいかな、今日何日だっけ、そうだね、あと10日ぐらいはセールが楽しめて、この動画もなるべくその月末までには間に合うように載せるとは思うんだけど、皆さんもアイハブのセールでぜひお買い物を楽しんでみてください。はい、そんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。でこの動画が参考になったよって方はグッドボタン、チャンネル登録、インスタグラムのフォローもぜひお願いします。じゃあ、バイバーイ。